上場企業から新進気鋭のベンチャー企業まで幅広い企業が集結する就活イベント Meets Company。 イベントでは特別選考枠の獲得チャンスもございます。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、自己 PR の書き方というテーマで田口さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。今回は就活のプロ田口さんに自己 PR の書き方についてお話をお聞きします。じゃあ早速質問なんですけど、そもそもなぜ就活において自己 PR が大事なんですか？就活において起こっていることって、自分のことを知りたい人と、あとは自分のことを知ってもらいたいっていう人がいるのが就活かなというふうに思っていて、会社はその雇用する人を判断するってことと、入るための情報を相手に伝える選考を受ける人っていうのがいるっていうことだと思うんですね。その前提として最初に私はこんな人ですっていうのを簡単に説明しなきゃいけないときに、どうしても自己紹介とか自己 PR が大切になるので、これはなんか単純に言えば、社会人になると何回も何回も初めてに会うと名刺交換をして必ず多分一言自己紹介をすると思うんです。多分これって働いてる限り死ぬまでずっと続く、だから多分一生で何回も自己紹介すると思うんですね。でその時にどんな記憶、どんな印象を持ってもらいたいか、自分が表すキーワードを話すのが自己紹介なのかなって思います。でそれはキャリアで言う人もいるし、自分のキャラクターで言う人もいるし、ギャグを言う人もいるかもしれないけども、この人はこういう人なんだっていうラベリングを自分でまず説明して、そのラベリングのテーマに基づいて会話が始まる。その人を知りたい、私は自分というものを伝えたいっていうことが始まるために、多分自己 PR っていうのが一番大切なベースの情報なんじゃないかなっていうふうに考えています。面接官は自己 PR でどんなところを見てますか？面接官がすることっていうのは、その目の前の人を理解することっていう、さっきちょっと少し話したかもしれないですけど、あとはもう一つは最終的に判断すること。だからそのために必要な情報を聞き出して判断する材料を揃えなきゃいけないっていうことだと思うんですね。だからそういう意味では、情報を引き出すためのネタになるエピソードとかもそうですけど、きっかけになる会話を始める言葉とかエピソードのキーワードみたいなのをたくさんくれないと、何聞いたらいいかとか、どこを話したらいいかが分かんないわけですね。こっちも確かに履歴書とか書いてあるかもしれないけど、書いてる内容がいいのか、今日ねまでのことで提出したものとは別に今日思ったことを別に話したいんだったら、その話を振ってくれれば、それって何ですかから会話が始まると思うんですね。だからそういう意味では、自己 PR どんなところが大事なのって言われたら、本人のこれから会話をして理解するための、なんか本を一冊読むための目次を揃えてくれればいいだけですね。こんな目次僕にありますよと、だからこの辺の話聞いてくれば分かると思いますみたいなところを意識して多分やってもらうと一番いいのかなっていうふうに思います。じゃあ自己 PR はどういうふうに組み立てればいいですか？はい、今お話した通り、目次だというふうに思うと、どの話とかどの時代の話とかっていう、この掛け算とかだと思うので、もちろん直近の話ができるだけいいですし、大学時代の話の中でどのネタの中からどれか話をすれば大体私のことを話せますよねみたいな形の構成から考えていくって形なので、直近の話の構成の中でネタをちゃんと並べてもらって、この話を聞いていただければ大体私のことが分かります。特にこの辺の話のこういう話とか、こういうの辺の話のこういう話であれば、私のこういうところが分かるような話になると思いますみたいな、この構成が多分骨子にあれば、大体何百字の中でまとめるっていうことをしとけば大体いいのかなっていうふうに考えています。好印象を与える自己 PR はどんな感じですか？はい、この印象に関してだけはちょっと内容と違うってですね、それはメラビアの法則と同じで、印象をね、ビジュアルと視覚情報で 55% だし、聞こえてる音の中で 38% ぐらいなんで、ほとんど9割は見えてる姿形と喋ってる声のトーンとか感情みたいなものでほとんど印象が決まる。で内容はほとんど見てないっていうね、形なので印象を決めるんだっていうことがもう決まっているので、逆に言えばどちらかというと印象対策をちゃんとすることの方が大事で、印象対策どういうふうに考えればいいかというと、誰かと模擬面接してるのを自分で動画に撮って、自分がその姿勢とかですね、リアクションとか、あと喋ってるスピードとか言葉のそのトーンとかをちゃんとチェックすれば、どんな印象だな自分っていうのは客観的にはすごい分かるので、だからそこってすごいスキル的にすぐ直せるものなので、まあ、そういう意味で印象のコントロールをある程度やった方が、まあ、それはなんか社会人になっていろんな方に会った時のやっぱ印象悪いよりいい方がいいので、まあ、そういう意味でも就活をきっかけに少しだけそこをレベルアップさせるみたいなことをやればいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、イケメンと美女はめっちゃ有利でブスが不利みたいな感じですか？イケメンでもじゃあ喋り方ひどかったりとか、姿勢を感じなかったらいいっていうふうに人を思うかどうかとまた別だし、ブスの定義はわからないですけど、イケメンではない人たちと自分で認知がある場合は別にそれを打ち出すわけではないので、そうじゃない側面が伝わるようにどう伝えるか、例えば面白い人だというふうに思ったりとか、優しそうな人だというふうに見せるとかっていうふうに見せればいいだけなので、どれも別に好印象じゃないですか。だからそのカテゴリーを自分はどういうふうに伝えた方がより自分とのギャップがなく印象が合ってるかっ
ってことに目指せばいいので、会社側の人がイケメンじゃないと採用するとかしないとか決めてないので、やっぱり能力見ないと結局は意味がないので。大丈夫か、じゃあ安心だ。はい、一旦休憩入ります。あれ、美咲さん、なんか熱心に何やってるんですか？ DYM 就職です。私もグラビアスト筋で頑張ってきたんですけど、気づけばもう30で、うん、今からでも就職できたらいいなと思ってとりあえず登録してみたんですけど、本当に就職できるかちょっと不安で。ビジネス経験全くない方でもたくさんの方を就職成功に導いているので、ぜひリクルーターに直接相談してみてほしいですね。私みたいな初心者でも登録おすすめってことですね。もちろんでございます。これちょっとごめんなさい、僕質問あるんですけど、はい、さっき直近の自己 PR がいいって言ってたじゃないですか、はい、なんかよく就活界隈とかで言われるのが、高校時代の頑張ったこととかって言うのって不利じゃないですけど、あんま良くないみたいなこと聞いたりしたんですよね、学生時代、うん、それって実際やっぱりそういうもんなんですか？いや、ダメなわけじゃないんですけど、高校時代の話をもししたとしたら、それを経験したあなたは大学時代何したんですかっていう質問をどうせ聞くし、そこを話してほしいわけで、いきなり高校の話なので大学の話をして、このなんかきっかけとかこういうことをまあやるようになったとか、その理由は高校時代にありましたという話で高校時代を持っていくんだったらいいんですけど、高校時代の話っていやだいぶ前の話だよね。そうですね。そのじゃああとなんか自分何か取り組みとか変化なかったのみたいなことを話してくれないといけないので、もし話すんだったら高校時代こういうことやってこういう自分だったのか、大学時代このきっかけでこういう風になってますっていう A から B に変わりましたという話だったら高校時代入れてもいいんですけど、高校時代だけの話で多分突破するのなかなか難しいと思います。じゃあ最後キャリアバイブルの告知。どうぞ。今 DIM さんと一緒にですね、就活をまあ分かりやすく短時間で理解できるというテーマを持って、キャリアバイブルという講座をやっています。でそこではまさに原理原則基本みたいなものを第全部で8回に分けて、例えば自己 PR どういうふうに書けばいいのかとか、そもそも就活ってどういう準備をすべきなのか、なぜちゃんと準備をしなきゃいけないのかとか、じゃあ面接とか選考ってどういう準備とどういう対策が必要なのか、選考官は何を考えているのか、で皆さんが学知化とか強みとか弱みをどう書くべきなのかみたいな形で、概念と原理原則と、あとはその実際のスキル対策みたいなのを実際お話をさせていただきますので、もしご興味があったらそれ具体的に聞いてみて、なんか参考になることとか自分が取り入れたらいいかもとか、あと今何かここをブレイクスルーしたいんだけどなんかないかなみたいな時にそれを聞いて、あなるほどみたいな感じで質疑応答の時間もありますので、そこで直接お話しいただいて何か自分の解決前に進むようなことになればなというふうに思って取り組んでいますので、もしご興味あったらぜひ聞いてみてください。はい、ということで自己 PR の書き方でした。ありがとうございました。ありがとうございます。